カンパニーは安心安全の有料企業。給料もたんまりもらえるぞ。はい。給料。仕事をもらえるのか。給料。給料ってなんだ。バカだな。給料ってなんだ。社員がもらえる金のことだよ。おお。これが給料か。応募する人はいるのかな。みんな給料。なんだ仕事をもらえるのか。お前の給料は社長が預かってるから安心しろ。何おお、お前ら。ベグカンパニー。その通り。しかもベグカンパニーは社員募集中だ。あ、そうだ。お前らも面接を受けてけよ。ね。ああ、いいなあそれ。面接だ面接。受けるかよ。じゃあ始めるぞ。まずは名前を聞かせてもらおうか。クラウドストライフ。答えんのかよ。クラウドストライフだ。かっこいい名前じゃねえか。じゃあ次は経歴を教えてもらおうか。それはそれは素晴らしい経歴ですね。道理で強いわけだ。いい、我がベグカンパニーはモンスター退治を生業にしているわけだが、君はどのように貢献してくれるのかな。こいつの腕は間違いなしです。即戦力として雇うべきかと。俺たちボコボコにされたもんな。なるほどなるほど。おい、ちょうどモンスターが倒せなくて困ってたところだ。あいつに全部任せちゃうぜ。厳選な話し合いをした結果、見事採用となりました。おめでとう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 。経歴も能力も申し分なし。我々は君のような人材を待っていた。ぜひ他の社員のお手本となって引っ張っていってくれたまえ。よろしく頼んだぞ。俺、先輩、お前、後輩。ちゃんと先輩を見習って頑張れよ。頑張れよ。頑張る。よし。じゃあ早速モンスター退治を手伝ってもらおうか。場所は町外れの廃道だ。ほら、新人は先に行ってモンスターと戦う準備をしてこい。お前本気か。そう言われると困る。なんだ、息抜きかもな。仕事をもらう。こんな理由で就職すんな。依頼は町外れの廃道に出るモンスターの掃除だ。ベグカンパニーの一員としてしっかり働けよ。実は俺たちカンパニーになったものの失敗しっぱなしでよ。お前が来てくれて助かったぜ。おい、話すじゃねえ。え？ブッチョ先輩って呼んでくれてもいいぞ。ボンザ先輩も。依頼は町外れの廃道に出るモンスターの掃除だ。ベグカンパニーの一員としてしっかり働けよ。あの人だ。現在モンスター注意報重点注意。
グカンパニーの仕事といか。おい新人様、どんな感じだ。もう倒しちまったか。てまだいるじゃねえか。父、来るのが早すぎた。新人、やっちまえ。ケチラアイチヤフッたたみかけるいいじゃん任せたよ下がっているフッいいフッ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 よしやっちゃおここで決めよう行くよ特大連携しよう。我がベグカンパニーに貢献して、やっと見つけたぜベグ盗賊だ。てめえら、ミッドガルから逃げ出して何をしてるかと思えば、足を洗って会社を作ったって言うじゃねえか。だからよ、メグカンパニーの設立を祝うためにわざわざ来てやったぜ。覚悟はいいか。おうおう、やってやろうじゃねえか。おい、新人ども、ここは任せた。任せた。任せた。てめえら、これまでの借り返させてもらうぜ。俺たちは関係ねえだろうが。やっちまえ。ねえ、そっちは。カンパニーの維持。見せてやる。慎重に行こう。余裕。そこだ！それ！そこだ！かき回すよ！
怒りはこらえに壊し、こりゃ、負けたからって逃げ出しやがってよ。何度負けたって死んだふりをしてしぶとく生き残るのが俺たちだろ。カンパニー、ふざけんな。何にも縛られないのがアウトローだろうがよ。目覚ませよ。俺たちやっぱり俺としたことがいつの間にか丸く収まろうとしてたみてえだ。おいてめえら、メグカンパニーは今日をもって廃業だ。そして新たに世界をまたにかけるアウトロー、メグライダーズの設立を宣言する。兄貴、兄貴、全員俺様についてこい。はい、兄貴。悪いがお前らクビだ。次会うときは身ぐるみ剥がされないよう気をつけな。やったー、ペンライダー、ペンライダー、ペンライダー。うるすぎるぜ。ああ、うらやましい。クラウドさん、一風変わった船を手に入れられたようですね。いつか僕も船や飛空艇を作りたいと思っています。完成した暁にはご招待しますね。そば
にかける。どうしようだ。逃げてね。準備万端。いっとね。うまくやってよ。やってやる。まだまだ引っかき回すよ。
調子に乗っ。そっちは私出番。ジャンプ。嘘嘘。うっ、そこだ。下がっている。回すよ。それ、そこ。皆さんのバトルデータが着実に集まってきました。旅は何があるか分かりません。くれぐれも気をつけてくださいね。だぞ。ピコに乗ってレースに勝ったんだって。一目見た時からやる男だとは思っていたが、やはり私の見る目は正しかったな。グリングリンのやつ調子に乗って、サムのとこと問題を起こさなきゃいいんだ。無茶してなきゃいいんだけど。Thank you.
らっしゃいませ。クラウドさんのおかげでこのエリアの調査は完了しています。しかし僕とクラウドさんの冒険はまだまだ続きます。他のエリアのレポートもよろしくお願いしますね。次はどこでクラウドさんとお会いできるのか今からワクワクしています。オドナーさんはどうするつもりなんだ。当然シンガと戦う。潮風を浴びた古い家屋たち。クリシラは可愛いだろ。今日はこの前ガボン牧場の彫刻もそうだよ。サイドシノーハン。なんか買ってけよ。そんじゃ気をつけてな。おう。今度の予報を見るのが楽しみなんだ。共和国時代はせっくりしてた。いらっしゃい。強くなってくれ。まあ、いい感じってとこか。戦争が起きたら
最近じゃ網にかかるのも多すね。戦争、本当に思う？父ちゃんは戦争までは行かないって言ってた。それはどういう意味？村はどっちにつくのか、それが問題。あっちだって嫌だよ。あ、お兄さん、ユフィも。暗い顔しちゃってどうしたの？もうすぐ戦争になりそうなんだ。かなり深刻みたい。ここジュノンの下だから真っ先に狙われちゃうと思う。いや、この村にそれほど価値があるとは思えない。確かに早い段階で占拠されるだろう。だが無駄な抵抗をしなければひどいことにはならないはずだ。なんだか腹が立ってきちゃった。それより私たちが会ったのいつぶり？せっかくだから楽しいことしようよ。もちろん。でも何する？あ、君だ。これよりお目にかけますのは世にもキュートなイルカのショー。みんなで盛り上がろう。イルカショーのお題は1人につき待て
エリア1個でよろしくね。持ってないよ。おったくりこらありがとうお兄さん。またイルカさんのショー見せてね。約束。次に備えろ。